定作の弁薬水の中より取り上げて裏にある甘皮を小刀にてこそげよけ皮の左右上下へ打ち切りにて穴を一寸に一つぐらいほど当てあけて細引きを釘にて通し肩の木へ引きつけ随分刻々引き張りて鉄椎にて打ち皮の伸びに従い くさびをしげくうちこみ水けをさりてかわのたいがいかたまりたるときひに23にちかわかすただしかわうつことおおよそ2つかばかりうってはかたまるものなりかたおばそのご10日あまりものけずおくべしなくおくほどかわにひずみいでずよし 三四十日に締め漆を一遍上へかけてのち型を離し裏へ伏せ締め漆一遍引きてまた型にかくべしもちろん漆を引きてすぐにかけず一夜ばかり起きてかけるなり五六十日過ぎて型を離し縁縁を去り格好を直し越後晒し布を 漆にするもっとも布の下地を両面よりせしめ漆にて23弁抜いて後布をかける23枚のかせねにするは別に同様の型を2つこしらえ皮の水けさり干したる時下になる皮の表を軽石にてすり 重なる皮の裏も軽石にてすりせしめ漆に麦粉を混ぜ合わせはけにて漆を塗りつけ皮をその上に着せ細引きにて引きつけ楔くさびをしげく糸の切るくらいにしかと打ち皮の上よりもまたまた細引きをかけて厳しく縛りおくこと。2日。 次に細引きを溶き漆の乾きを見て縁々を刈るなり唐牛は合わすに及ばずして堅固なり和牛は3枚か2枚重ねにするべしますなり安ぜしむに2枚3枚重ねるとも中は空にして縁のところ一寸か 一寸五六分ぐらい当て、漆にてつけおくこと。帰りて矢玉の防ぐによし。千年、練り革三枚を漆にてつけず。鉄砲にて押し。見るに二枚は通り、一枚のところにて玉をなやし止める。もちろん製作の後、日数をえされば、革の塊、 悪しきところだにかくのごとし一二年も過ぎればその功あるべしなお考えるべし兜は皮を丸く切り周りへ穴を五分に一つくらいほどあてにあけて細引きをつけおき型にかけてはじめ通したる細引きにまた糸を通し下へ引き張る。 次に川の下のところを五六尺の細引きにてくるくると巻き上より強く手に手なでしわを伸ばして下のところどころかすがいを打ち川の伸びに従いくさびを打つべしそのほか合わせ用は全分のごとし腰巻きは薄金をいるべししころも川の貼り付け用、単用は同じ 切る自分に上1枚を寸法に切り5分くらいの間を捨てその下にてまた次の2枚目を取るべし3枚目もまた右に同じ重ねるときさあなれば落とし糸の自由わろし草ずり並びに袖などもその心得にすべしおどし壺は中塗りくらいのとき開け 穴へも漆を付けべし。